女たちは3人合わせて1人前の3分の1がある。今回の試練は美しく強い女となれ、自分の身は自分で守れてこそ一人前。というわけで本日のテーマは護身術。東山先生です。全日本護身ビクス協会最高師範東山和恵先生に習い、護身ビクスで護身術をマスターするのが目標。護身ビクスとは武術の護身法にエアロビクスなどの有酸素運動の要素を取り入れたもの。リズムに合わせた反復運動で脂肪を燃焼させ、美しいボディを作りながら護身の技を習得できるのだ。先生、じゃあ次は、はい、じゃあ今度は手ほどき。手ほどきとは護身術の最大の目的は相手をひるませ逃げるための隙を作ること。しかし厄介なのは腕を掴まれてしまった時、掴まれたままでは逃げることができない。一番怖いのは、例えばこう掴まれた、こう掴まれた、こうなっちゃう、うん、ね、掴まれだったり、私でも、ね、こうしていただきます。なんてことにならないために、腕を掴まれた時のほどき方は、回せば回せます。今グッと回して。ただ回すときに全身力入っちゃうとキックができなくなっちゃうので、腕とか肩の力を抜いて脱力したまま抜いてください。じゃあ遠心力で外れるみたいな感じ。そうです。ダメだったら反対も回すと、あ、こう見せかけてこう、そう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 。そして今みたいに引っ張られちゃいました。でそしたら立てて近づいていく。離れるより近づいた方がいいって言いますよね、うん、力の強い男性と引っ張り合っても勝てるわけはないので、ここは相手の引っ張る力を利用して技を出すのが得策。近づきながら小手打ち。手のひらで狙うは顔面。せーの、早速ビクスでこの小手の動きをマスターし、力発揮よ。いざ実践シミュレーション。上野、防寒から逃れられるか。想定からはほど遠い猫パンチ。多分効果はほとんどないでしょう。もしかしたらバッグ持ってるかもしれないでしょ、うん、そう、そしたら今みたいにこっち持っててほどいてバッグをバーンと殴ってあげても。というわけでお願いします。今度はバッグを持って挑戦。今回は手ほどきも綺麗に成功。上野、バッグ1個でかなり強くなる。続いて手ほどきの応用編。引っ張られた方向、今向こう行っちゃったりなんですけど、このまま回転する。あ、出て相手が引っ張る力を利用することで、非力な女性でも簡単に決めることが可能。今これだけだと絶対相手の人普通反撃してきますので、膝かっくんだ。そう、バコーン。果たしてそんなにうまくいくのか。早速試してみましょう、はい、まずは美咲。近い。オーケー、素晴らしい、よかった。美咲、力の抜けた無駄のない動きで防寒の腕をねじり上げると、教科書通りのローキック、拍子抜けするほど鮮やか。はい、どうぞ。そして上野は近い。おー、やねじりすぎ。どうやらこちらも成功。残るは田代だが、最後は田代。田代、トルネードのように相手をねじり上げ引きずり倒す。もはや襲われてる側には見えない圧倒的な力強さ。明日は護身術企画総決算で3人襲われまくる。